はい。おはようさん、こんにちは、こんばんは。アラフィフでございます。<laughs> えー、なんとなくマインクラフトなんですね。えー、なぜかというと、えー、猫なんですよ。<laughs> ご覧いただいたらわかりますけど、山猫なんですね。可 <laughs> 愛い,いんだな、これがな。 普通にまあ家猫村猫がおるんですけども、まあ、それを懐かせるような形で同じようなことをすると山猫も一応餌付けはできるということでねでただ山猫は家猫のようについてくることはないんですね <laughs> だからある意味で、えー、非常に無責任に可愛がれるというねところがあってその辺にうろうろしてるだけでね

やったところでいてくれるんですね、こうやってね。まあ、ほいで、まあ、ちょっと顔を見せると、こうやって見てくれるのね。かわいいんだわ。わ <laughs> 何をやってんにはわからへんねんけども。とにかく、自分のこの拠点は、もうとにかく、猫まみれ、山猫まみれにして、遊んでおりますね。私はね。<laughs> おりゃ。 ほい。ほいへい。帰ってね。ポンと。<laughs> はい。おっきくな、あれ。なった。ほ <laughs> い。どっか行ってるはい。はい。お、この子はちゃう、この子は、この子わあれやな。これは野生や。 これ餌付けせなかたまに野生もこうやってね野生もこうやって出てくるんですよ <laughs> はいこれでこれはい、ええ、<laughs> 経験値にもなるしね <お>い <laughs> もうこの辺の拠点全部、拠点っていうか私のね、この作り上げた、このね、拠点ですが、猫だらけ <laughs>。ちなみにこれはあの、鉢です、鉢。もういっぱい。これ全部鉢です。で、今これ鉢ね。 ランダムでで出てくるんですよねあの木植えてたらこの蜂の巣付きっちゅう木がごくたまに出てくるんですよ。でこうやって花植えたところでこうやってまあこのね、えー、菓子の木かな、えー、植えて育つのもあってたらたまにできるのでそれをずっと繰り返してるとこんな感じでいっぱい蜂の巣ができると。 養蜂できるということでね。でまあものをこれ蜂の巣作ったりもしてますけどもこうやってね。でこうイブしてるとまあ蜂の何蜂蜜とかあとなんだ、えー、ハニカム蜂の巣っていうのかな、えーはね、あれが取れたりしますんでね。こって蜂も育ててると。 ここまた可愛いということとうでね <laughs> 何をやってんねやようわからんけどもとにかく可愛いは正義というふうにね考えてマイクラやっておりますね別にもうネザーとかもうどうでもいいやというね感じでねこ,この辺にもなぜか知らんけどもこのジャングルにまあ山猫は生まれてくるわけなんですが え増やしたやつはあちゃこちゃに飛び散っていってまあこれは全部うちのこうなんですけども <laughs> うちのねこれも全部そうですわな普通こんなところにこんなもんおりまへんからなおい,おい君たち よっていけや <laughs> わお、<laughs> この辺にいっぱい、なぜか全然自分らのも拠点から離れてしまったところでも、追 <laughs> い付して増やしたこうやで、ね。いっぱいこうやってね。 はい子供できた <laughs> まあこんな感じですわ。はい、<laughs> でまあこうやって増やしまくってまあまあ自分のね拠点で作業をしている時はどこを向いても猫がいるというね <laughs> 状況を作りたくて。 こんなことをしとるわけですが、家猫よりもね、家猫ついてくるでしょ、あれ。で、あと、なんかちょっと置いとこうと思ったら、座らしたままでずっと,っとじっとしたままみたいな形になるんでね、なんかちょっとそれはそれでつまらんなと思って、山猫をとにかく増やしまくるということをして。 楽しんでおります特にこのジャングルの方のね、こう木をこう植えてるんですが、その辺りには結構、折ってくれますね、こうやってね。かわいいでしょ <laughs> というわけで。はい。あら、ま可かわいいわ。はい。えー、というわけで、おっと、よくわからないことになっているぞ。 夜ですが。はい。というわけでございます。どうもご視聴ありがとうございます。ただ単に猫をめでるという <laughs> 動画でございました、えー。じゃあまたお会いしましょう。バイバイ。<laughs>